ケポジュパンと一緒に日本語を勉強しましょう。ブラジャルバハサジュパン、ブルサマーケポジュパンユ。タタバハサジェルペテヌティガハリニアダラ。恐れがある。では始めましょう。タタバハサ、恐れがある。ディグナカムトクマニアタカンスワトクハワテラン。アタークムンキナンバフはハルブルクアカントルジャディ。オレカルナイトダルンバハサインドネシア、ボーライニムミキマクナアダクハワティラン。ボーライニクサニャカク、ダンバニャクティグナカンダラムスワトプンブリタワン、アタウブリタヤンシュワニャレスミ。ボーラカリマッ、恐れがあるアダラ、カタクルジャブントカムス、アタウナイ、ディタンバ、恐れがある。カタブンダディタンバ、パラティクルのディタンバ、恐れがある。では、例文を見てみましょう。大雨が長く続いてしまうと洪水が起こる恐れがある。アルティニャ、カラウフジャンドラストルスプランジュッダラムワクトヤンラマ、アダークハワテランアカントルジャディバンジル。コロナの影響で海外の会社で働けない恐れがある。アルティニャ、カナプンアルコフィッツミランブラス、アダークハワテランティタクビサプクルジャディプルサハンルアルヌグリ。ニュースによるとこの地域で地震の恐れがある。アルテニャ、ムネルトペリタ、アダクハワティランディヴィラヤイニ、アカントルジャディグンパブミ。先ほど地震が起きたため、津波の恐れがある。アルテニャ、カルナバルサントルジャディグンパブミ、アダクハワティラン、アカントルジャディ津波。わかりましたか？それでは練習問題をやってみましょう。ノモルサトゥ、道路が壊れているので、交通事故が起こる。ジョアバニアダラ、ああ、恐れがある。カリマヤムンダディ、道路が壊れているので、交通事故が起こる恐れがある。アルティニャ、カルナジャランルサク、アダクハワティラントルジャディクチュラカンラルリンタス。ノモルドは、雪が降り始めたので、電車が止まる。ジョアバニアダラ、ああ、恐れがある。カリマヤムンジャディ、雪が降り始めたので、電車が止まる恐れがある。アルティニャ、カルナサラジュムライトルン、アダックハワティラン、クレターカンブルフンティ。ノモルティガ、この地域では大雨が降ると、恐れがある。ジョアバニアダラ、チェ、土砂崩れの。カリマニムジャディ、この地域では大雨が降ると土砂崩れの恐れがある。アルテニャ、ディヴィラエニ、カラウトルンフジャンデラス、アダクハワティラントルジャディタナロンソール。ノモルンパッ、この問題をすぐに解決しないと。ある。アパカタヤンパリントパッ、ウントクポジシビンタンディアタス。ジョアバニアダラ、ジェ、悪くなる。カリマニムジャディ、この問題をすぐに解決しないと両国の関係が悪くなる恐れがある。アルティニャ、カラマサライニティタクセグラディスルサイカン、アダクハワティランフブガンクドアヌガラムンジャディブルク。ノモルリマ、彼の病気は早く病院に行かないと恐れがありますよ。そうですか。では家族と話してみます。ジョアバニアダラ、で、手遅れになる。カリマニャムンジャディ、彼の病気は早く病院に行かないと手遅れになる恐れがありますよ。アルティニャ、ムグネブニャキティア、カラウティダクスグラディバワクルマサキッ、アダクハワティラン、アカントルランバッティタンガニロ。そうですか。では家族と話してみます。アルティニャ、ブギティア、カラブギトゥ、サヤアカンビシャラクバタクルアルガ。カリアンブナルブラッパー、いくつ正解しましたか？ミサジョブスマニアカン、全部答えられましたよね。クシンプラニア、恐れがある。ピグナカウントクミニアタカン、アダックハーティラン。
そちらすきらすぽらいにみりぷずがぽらかもしれないやむのじゅかんあたにゃくもんきなんたらじゃでススワトゥなむんぬわんさやんでがんばるかんぱだぽらおそれがあるルビムルジュクパダクムンキヌンアダニャハルブルクヤントルジャディスルタアダラサハワテルディダラムニャスダンカンヌアンサイヤンディガンバルカンパダポーラかもしれないビサムンジュラスカンクムンキヌンバイクアタオプンクムンキヌンブルクヤチョントニャ嘘がバレたら彼に嫌われる恐れがあるアルディニャカラークボホナンニャクタワンアダクハワテランアカンディブンジュオレディアパダカリマティニアダヌアンサハワテルパダクムンキナンヤンアカントルジャディ嘘がバレたら彼に嫌われるかもしれないアルティニャカラクボホナンニャクタウワンアダクムンキナンアカンティブンチオレディアパダカリマティニプラサニャネツラルハニャムンジュラスカンクムンキナンタンパムのジュカンラサハワテルスモガビサディパハミヤなあカラオカリアンマーブラジャルルビジュラスティンタマテリハリーにランサージャチェックウェブサイトケポジパンやリンクにはビザカリアンクリックでディスクリプシーフィデオにテリマカシースダノントンありがとうございますこの動画が気に入ったらぜひチャンネル登録をお願いしますケポジパンのツイッターやインスタグラムも忘れずにフォローしてくださいね参拝順番またねー。